はい、宮城タスクのスポーツビジネスゼミの時間でございます。今日はですね、スポーツビジネスを始めるまでの行動についてお話をしたいと思います。はい、早速始めていきたいと思います。宮城タスクのスポーツビジネスゼミの時間でございます。今日はですね、スポーツビジネスを始めるまでの行動ということについてお話をしたいと思います。私はですね、過去ね、大学在学中からですね、プロサッカークラブと立ち上げ、ね、で、その後また別の J リーグクラブからですね、オファーをいただいて、その J リーグクラブでのフロント業務、そこで3年連続ホームタウン活動、3年連続日本一ということと、クラブ初の、ね、集客1万人超えというようなことであったり、行政の今スポーツで町おこしということをね、やったり、それ以外にも総型スポーツクラブとか地域のスポーツクラブのね、いろいろアドバイス、コンサルティングみたいなこともしながら、今生活をしているわけでございますけれども、そういったことをね、するまでどういったふうに、今の自分がこう出来上がってきたのか、ね、これを皆さんにお話ししたいなと思いますし、まずね、今から就職したいとかね、転職したい、スポーツの仕事やりたいと、ね、いう方、まずメンタリティの部分はですね、別の動画前回、撮りましたのでね、それもまたぜひ見ていただければと思いますけれども、ね、今回はそういったそのもういろいろ腹は決まって、じゃあ行動するぞという時に、具体的にどういうことをしていった方がいいのかなということについてですね、お話をしていこうかなというふうに思います。はい、まずね、一番最初僕の始まりは、これ大学在学中になりますね。これ言うとね、その、スポーツ、あるクラブのの歴史になっちゃうんで、大体いろいろこう走りながら言いますけれども、ざっくり言うとね、僕が大学3年生の時にある今のね J リーグクラブが立ち上がりましたね。で、その立ち上がった中で、ちょうどね、私も大学で、学生時代サッカー部ね、キャプテンしてましたけどもね、その中でサッカーを、自分はもう続けないと、もうやめますということで、やめたんだけれども、その中でね、サッカークラブ、そこがもうお手伝いをしてほしいということで、実はね、僕自身は、本当はサッカーをねしたかったんだけれども、もう大学で辞めますとね言ったこと、辞めたんで自分が言ったことを引っ込められないのでね、もう選手じゃちょっとね、僕はもう辞めるって言ったんでやらないので、そういったもう球拾いとか、裏方であればですね、お手伝いしますよということで、ちょうど大学生だったんで、いろいろこうね、世界も広がるかなということでクラブのお手伝いを始めたという、実はすごい軽いね、ライトなところからスタートします。ただね、その中でやっぱり当時ね、サッカースクールを実際やっぱ作っていくとですね、月謝5000円取りますけれども、やっぱり何百人と、ね、人が増えてきます。その中で、当時まだね、会社自体もクラブが大きく、全然大きくないので、ね、スクールもどちらかというとクラブのスクールっていうよりも、僕とその選手たち3人とかね、3、4人でねやってたので、それも折半するだけで、ね、大学生にしては結構破格のお給料、給料とか自分で稼いだものなんですけど、お金が手元に残ると、ね、いうようなことをしながら、いろいろ生活をしておりました。それ以外にもね、結局クラブのお金を集めなきゃいけないので、講演会であったり、小口のスポンサーというのをね、もうお願いして、お願いします、お金くださいってね、将来 J リーグに行きますんで頑張りますとかね、全然その J リーグに行きますだからお金ください、何も通じませんよね。なんであなたが勝手に好きなことして、そのために私がお金払わなきゃいけないの、っておっしゃる通りなんですよね、おっしゃる通り。でもね、そういうことも分かんない大学生だから、なんかね、夢に向かって頑張ってる人を応援するっていう美談がね、日本には通じようするでしょうということで、一生懸命、僕たち頑張ってる、なんであなた応援しないんですかみたいな、ね、逆にあなたなんでそれでお金もらえてると思ってるんですかっていう状況ですけれども、そういう形でもう本当にね、お願いをして回って、でもう本当にね、時にはね、もうお金もしっしとあっちにもあっち行ってっていう感じで、ポーンとこう満札をね、投げつけられるというか、もう入ってポーンって投げられるようなことも正直ありましたね。でここでね、僕考えましたね、私がやっていることってこれビジネスなの、仕事なのね、これ誰のためになってることなのかな。実際そうですよね、だって僕自身もね、もちろんサッカー教室とか自分がやってる授業の中でね、みんながサッカー教えてくださいっていうその対価で、サッカーを教室教えてそのお金をいただいてるということに関してはビジネスとしてはお金もらってて、 でもそれだけではクラブサッカーの仕事にならないので、 J リーグに行きたいですってなって、 J リーグの夢ってこれ誰の夢なのかな、選手の夢なの、ね、もちろんそうです。でクラブの目標なの、
もちろんそうです。でもじゃあこれってじゃあお金出してるあなたのためにはならないんですか。当時にはねやっぱそういうお金ポンって投げつけられるぐらいなんで、多分その人たちのためにはならないんですよね。でもっていうのは僕らの説明不足なんですよね。これが例えばサッカーのクラブが例えば、ある A という町にできたとして、ね、スタジアムができると、そのじゃあスタジアムの周りに交通量が増えて飲食店が儲かるとか、そういう、まあ、いわゆるスポーツの地域の経済効果、ね、こういったのがまあ上がるわけですよね。で例えばそのスタジアムが建設予定地、ね、最寄りのね、お店だったらそれでお客さんがいっぱい来るかもしれないし、まあ、例えば土木屋さんだったら、ね、一緒にそのスポンサーしながらこのクラブを成長するにあたって、J3 のライセンス、 J2、J1 のライセンスのスタジアムを毎回作れば、ね、それだけでスタジアムの工事の仕事ができるわけですよ ね。そういった風に、なんでその企業さんが J リーグに上がるのか、 J リーグに上がるという行為の中でいろんな仕事が生まれる、それを将来自分たちがその仕事を欲しいからこの J リーグクラブのために今投資をするという話であれば、ね、あ、なるほど、じゃあ最初に投資しましょう、支援するよねっていうことになるんだけども、ただただ頑張ります、お金くださいは、やはりあまりにも遠すぎて、ね、そういったことをちゃんと説明できない自分も歯がゆかったし、自分自身なんで俺働いてんだろうみたいなっていうね、大きなやっぱクエスチョン、これがあったわけですよね。まあ、なので、これやっぱね、一回勉強せんといかんと。僕正直今までね、もう高校、大学とサッカーの推薦で行ったから、勉強なんか正直ほとんど、ね、そんな大してやってくることなかったんですけども、ね、もう電子辞書買ったりね、今みたいにこうスマホじゃないんで、ね、電子辞書買ってよし大学院に行こうっていうことでね、大学の経済学科の、ね、大学に行きました、ね、でそこで、ね、こういったその地域の経済学ということを僕は専攻して、まあ、当時ね、沖縄大学でこうスポーツマンチャーとかスポーツマネジメントとかなんとかっていうような仕事が、ね、まだまだなかったので、僕はまずはね、やっぱお金を稼ぐっていうことが一番大事なんで、ね、ビジネスですから、ね、スポーツビジネス、その中でスポーツをトッピング出せばいいのかなっていうふうに思ったので、まずはね、経済学科、ね、で勉強して、大学院で勉強して、で地域に及ぶ経済効果、こういったことがあるんですよっていうのを論文をね、書き上げました、まあ、その中でそれは、まあ、クラブの目標であり、それは周りにいる民間企業のためにもなる、プラスこれは県とか自治体にとっても大変大きな効果がある、さらにスポーツというのは教育とかね、いろんなところで、ね、健康とか、あ、また派生して広がるその経済効果として、その出ない、ね、数字としてなかなか見にくいようなところまでも効果が大変あるものだということをね、大学でまあ勉強をもう一回し直して、よしと、ね、こういうことであれば私もちゃんとご説明できますねということでね、またそこから、J リーグクラブの方に、まあ、お声をかけていただいてね、またそちらで、3年間、うん、勤めることに、まあ、なりました、うん、なので、まあ、今、大学生とかね、これから、まあ、企業一回就職してるんだけども起業したいね、さらには転職したいという方々もね、ぜひね、まあ、そういった形で、私はスポーツの仕事っていうのは何で対価お金をもらえるのかっていうことをまずやっぱちゃんと勉強した方がいいかなと思います。でそれは必ず大学院に行きなさいっていうことではなくてですね、まあ、こういった僕のねこういった動画でもそうですし、まあ、いろんなことで、まあ、特にサッカーのビジネスとかスポーツのビジネスとか見なくていいです。全然基本的にはお金を稼ぐビジネスはねお金を稼ぐっていうことなので、そのお金を稼ぐという行為の中でスポーツを活用したり、逆に稼いできたお金をスポーツにまた再投資するっていうだけの話なので、ね、お金を稼ぐっていうことに関して、ね、それをちゃんと日々勉強していく、それはもちろん僕もそうです、ね、僕は基本的にはそのサッカーがどうでとか、そういうのはねあんまり実は見ません。もう基本的には、そういった、世の中の、ね、企業さんもそうですけど新しい、まあ、ビジネスが生まれたりとかね、そういったところでの、まあ、お金を稼ぐというところの勉強を私はしています。はい、ね、やはり、まあ、クラブの後は経営とかですね、経営のことね、マネタイズのことっていうところを、まあ、強く勉強しているので、皆さんもねぜひそういったことは、まあ、日々勉強しながら続けて、ね、ください。よろしくお願いします。はい、でやはりね、まあ、そういったそのなんで売れるかっていうところもそうですけど、やっぱり基本的にはビジネスなので、ね、これはもう いかに売るか、ね、っていうことにも本当つきますのでね、逆に言ったらもう売ることができれば、まあ、スポーツのビジネスであると音楽のビジネスであるともう何でもできます、ね、好きな自分が絵画を描いたアートだったり何でも料理でも
ね、それも売るということができれば好きなことができるんです。あなたがその好きなものを売ればその良さを見出しながら売るということができればいいだけの話なので、ね、そういうところを、まあ僕もそうですし一緒に勉強していきましょうね、ということがまず大事ですと、はい。で、その次、ね、あなたの次はね、まあ、勉強した特技を見つけましょうということでございます、はい。まあね、これももうよくある聞く話には聞こえるとは思うんですけど、なんかいやでもそう言っても俺特技がないよなとかね、皆さん言うんですよね、でも分かりますね、特技分かるんですけど、まあ、本当に一つね、例えば、ね、自分はこう、ウェブがね、まあ、得意とか、まあ、そういうのがあれば、まあ、サッカーの知識、まあ、これもサッカーのところに例えば知識があるだけでも特技ですから、ね、でもサッカーの知識だけだったらもっと持ってる人いますからね、でもサッカーの知識プラスウェブデザイン、ね、プラス例えば法律に強いとかね、まあ、そういったいくつか例えば特技があるだけでも違いますし、まあ、最初ね2つぐらいでもそういうページが作れますよ、ね、そのページを使って販売することができますよ、ね、まあ、販売するってのは皆さんも共通だと思うんで、スポーツの知識と販売するっていう知識と、あとプラスあなたが持ってるデザインでもウェブでもね、どんなスキルの天気予報、予報士持ってますとか、税理士ですとか会計士です、簿記できます、何でもいいです。そういった3つぐらいの力があったらね、まあ必ず成功できると思いますので、まあそういったね、スキルを1つ身につけましょう。なので、まあここまで2つ言いましたよ、いいですか。まず一番最初はね、自分のまず勉強しましょう。でこれがどういうことなのかというと、自分がそのスポーツの仕事っていうのは何をしていくらをもらう仕事なのかっていうことをね、まあ、学ぶわけですね、っていうこと。あとはプラスどうやったら商品を売るのか、まあ、それが今いわゆるマーケティングと呼ばれるものであったり、ね、でございます。なのでそういったマーケティング動画調べます、もう世の中いっぱいありますんでね、そういったものもまあ調べてみる、ね、勉強してみる、ね、売り方、まあ、本当にスポーツに限らずで大丈夫ですので、そういったその売り方っていうのを勉強すると、ね、でもう一つは自分の特技、ね、特技を身につける、ね、勉強してその自分の特技、これが好きだな、自分の例えば数字好きだなとかね、昔お母さんと一緒にこうお店の手伝いしてたなってね、それでこう会計が得意だったら会計してみようとかね、自分好きでこういう HTML の文章を書けるからとかってね、ウェブページができますねっていうようなことも、まあ、非常にいいね、いいと思いますので、そういった特技を、まあ、身につけると、ね、いうこと、もうすでにあればもちろんそれがいいと思います。で、まあ、最後これはね、もう一番はもうやっぱ会いに行く、直接も体験しに行く、実際にもう詰め寄ってみるということがまあ一番かなというふうに思います。やっぱりね、僕らも、うん、なんだこいつって変な学生来たなとかって思うこと実は結構あるんですけど、やっぱりね来て、実際に見ると、ね、やっぱりコミュニケーションが、ね、生まれるとやっぱ愛着が出てくるんですよね、うん、なのできっと多分 SNS とかいろんなそういった情報で探せばね、優秀な人はいるんでしょうけど、結局優秀な人はね、まあまあ僕らなんかでもっともっと上のところにも行くと思いますし、で、ね、どうせ来ないかなというふうに思ったりもしますけれども、ね、でも直接やっぱ会いに来てくれたりとか、ね、したら、ああぜひちょっと後ろのクラブ働いてよっていうふうにやっぱなるの で、そういった意味では直接ね、一流のクラブがあれば、まあ、実際見に行くとか、こういうふうに働きたいですとかね、もうしつこく行ってみるっていうのも、まあ、一つかなというふうに思います。あとは SNS ね、まあ、これはその会いに行くっていうのもね、元今イコールなんですけど、やっぱそういった中で自分のプロフィール動画、こういう風 なんか YouTube とかでも自分はこういうことしたい、こういうこと勉強してる、こんな時があるんだっていう、まあ、PR、 これは別に SNS のそういう YouTube の広告を受けたいから作る動画っていうよりも、ね、そういった風にあなたのことを知ろうとして訪れた人があなたがどういう人かっていうことが分かるような動画になっていれば、僕はそれでいいかなという風に思います。で、実際あなたは今度はその SNS で会いに行くわけですよね。例えばそれ足跡をつける、コメントをつける、ね、僕もねやっぱ SNS とか Twitter とかでメッセージでメールでよく質問いただいたりとか、ね、しますけど、やっぱりこうプロフィール画面見に行きますよね。その時にあ YouTube やってるとか、あこいつこんなブログ書いてるとかっていうのをやっぱり読ませてもらって、あこういうやつ来てくれたらいいなとか、ね、うち働いてくれないかなとかっていうふうにやっぱ思ったりもするので、ね、なかなかやっぱ文章、まあ、例えば Twitter と Twitter の何文字の中のプロフィールよりはね、こうやって例えば動画の YouTube のページがあるだけで、あ普段こいつはこんなこと言ってんだな、ね、思ってるんだな、こういうスキルがあるんだなっていうことも、まあ理解することができるので、そういった形でその人が訪問してくれ、足跡を立てて訪問してくれた時のようにために SNS ちゃんと残しておくっていうことが一つと、でそれをちゃんと引っ提げて、ね、どん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 いろんなところに会いに行くと
いうことかなというふうに思います。でこのね、勉強しましょう、特技身につけましょうのこういった会いに行こう、まあ、SNS なんかでもそうですけどってなった時にこれねやっぱり、その皆さん行動できない皆さんが大きく超えられない原因がねここ一つあると思うんですけど、そのいつどのタイミングでこれ行けばいいんですか、特技ってどのラインから特技なんですか、ね、勉強ってどの量やったら勉強なんですか、それは大学院卒業することなんですか、本を10冊読むことなんですか、ね、やっぱあると思います、ね、でもね僕からするともうねそれも気持ち次第なんですよね正直、ね、なので僕はよし大学院に行きましたね、行ったかなんかや勉強したっていう気にもなってるけど、正直じゃあ気持ち的にあの時とじゃあ何か、まあ、説明はできるようになりましたけども、ね、別にそんなに大きくじゃ何か変わったかって言われると、まあ、自信はつきましたけど、ね、やはりあ思ってたこととそんな変わらなかったなっていう実感もあるので、ね、そういった意味では別に本を読んでるとか日々この僕の動画をねチャンネル登録してますっていうだけでも勉強してるになると思いますので、まあ、それでもいいと思います。で特技っていうのはねあなたがこれも特技だと思えば特技なんですよね。逆に言ったら人がね苦手があるんですよ、ね、例えばもうどん、ね、あなたが今言ってもその人よりはまあ簿記例えば3級ですとか、ね、ぐらいでももうそもそも数字なんか見たくないですからしたらね、普通の簿記1級からしたらその得意じゃねえじゃんってなるかもしれないですけど、もう数字すら見たことない人からしたらもう見たくない人からしたらね、もう簿記3級とかも神様みたいに見えるんで、ね、その1級とかも海王様ですよ、ね、なのでこれだけでも特技は特技も自分ではね、だってあなたはそのこの簿記1級の人にはない例えばスポーツの知識とかそれ以外の別に知識もあるわけなんで、ね、あなたはもともと特別な人間なんで、ね、そういったことがこれは特技だと思えば特技になるので、ね、いいと思います。大事なのはそれを特技だと思った、自分はこれ勉強したと思いながらそれをちゃんと積み上げていくこと、もう絶対完成ってないので、ね、例えばずっと勉強してる勉強してますって言っても大学の先生見てくださいよ、じゃあ彼らがスポーツなんとかの先生です、ね、教授ですって言ってるけど彼らがなんであんな偉そうに、じゃあ偉そうごめんなさい大学の先生でいい人いっぱいいるんだけど、ね、そういうふうに理論とかね話しても、じゃあやってくださいよクラブの経営、じゃあ実際やってくださいリーグの運営って言ってできないわけですよね、やらないわけですよ、ね、でもそれと同じで、でもそういう人たちの知識を、まあね、有識者の知識をいただきながら、まあ、リーグの上だって僕らも経営するのでやっぱ大学の先生方に大変お世話になってるわけですけども、イコール勉強して知識があるから、ね、それをやるっていうこととやっぱ別なんですよ ね。だからこれだけの両方情報量がある特技があるから行動できるじゃなくて、行動していく中で学んでいくこと、経験が学びとくっついてあなたにしかない知識になっていくことっていうのは、結構ありますので、ね、結構じゃない、絶対はもうかなりあります、ね、なので、それは別にこの気持ちを大切にして、ね、自信がないからダメとかそういうことではなくて、ね、自分がもうこれは特技だ、自分も勉強したと思ったらもう全然行動していいと思います、ね、で YouTube とかもなんか動画20本ぐらいやっぱり置いてた方がいいですか、 SNS もこういう記事書いた方がいいですかとかいう方いますけど、もうそんなこと気にしなくてもう動画1本でもいいし、ね、また撮って、ね、足跡つけて訪問してくるけど何にも特に反応ねえなと思ったらまたこの動画を変えればいいわけですよね、ちょっと今度はもう少し長いやつにしてみようかなとか、そっかってこれ T シャツだったけどスーツで写ってみようかなとか、そういうのはあなたがそういう工夫しながらそれを日々良くしていく、ね、これをどんどん捉え、どんどん良くしていくからこそ、ね、実現していくわけです。なのでそういった行動をしていく、なので日々テスト、ね、行動テストして検証してまたもう一回テストしてっていうことを日々やる、これが行動です、ね、毎日挑戦して実感してね、また身につけていってそれをまた繰り返していって精度を高くしていく、これが行動です。ずっとテストする前にずっと勉強だけしててもね、テストしないと何が反応いいのか悪いのか全く分かりませんよね。そんなことだと、まあ、全く意味がないので、ね、いつまでたってもそれだとできませんね。さっき言った大学の先生と一緒、これだけガーって技術もう本何冊も書くぐらい知識があっても経営しなければその土俵に立たなければ意味がないので、ね、あなたは、ね、それはもう本当ちょっとの量かもしれませんけど自分で勉強したと思ったら、ね、いいんです、それで行動すれば、で結果あ俺もっと勉強が必要だなって、まあ、僕もそうですよね。実際僕は大学在学中にこういうふうにね、クラブの仕事をやった、でお金を投げつけられた、ね、俺何のために働いてるんだ、これあなたのためにもなるんじゃないかっていうことの答え合わせをするためにもう一回勉強し直した、大学院に行ったっていうことなんですよね。なのでやりながらまた学ぶっていうこともありますのでね、そういうのをどんどん、ね、行動していって、もう未完成でもね、不良品でもいいからまずはどんどん自分を売る、ね、売れたらその後その中身を良くしていくでも僕は全然いいと思いますので、そういうふうにね、もうできないでずっともぞもぞしているよりは、ね、今
今現状できない、今俺はマイナス20だぐらいを理解することだけでも僕はもうポジティブ、もう素晴らしいと思います。それがマイナス20だったら0にする、ね、1にする、ね、それだけでも本当に大きな一歩だと思いますので、ね、ただただ何にも行動せずに現状で、ね、スポーツの仕事なくっていくわけないじゃん、ね、そういうことを、ね、みんなから言われて、いや俺もそうだよね、そう思うんだよねとか、そうあなたも、ね、自分の大好きな子供を、ね、そういうこと言ってきたらそれ言うんですか、自分の子供に、ね、いやいや将来お前の思ってるような仕事なんかねうまくいくわけで、お前は俺の子供なんだから俺も夢諦めたんだからお前も諦めろって、ね、そんなこと言う大人にやっぱりなってほしくないので、ね、あなたも、ね、今この瞬間から、ね、行動してみる。もうまずブログで書くわけ、僕はスポーツをしようとする、ね、ツイッターでつぶやく、俺はこうする、ね、そしたらなんかもちろんリアクションがあるかもしれない、ないかもしれないけど、ね、そしたらまたどん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 それ向けて、そのために俺はこうした、ああした、こうした、ね、っていうことをね、繰り返していけばいいかなというふうに思います。はい、ということで、今日はね、スポーツビジネスをしていくためのアクションについてお話をしました。ぜひまた皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。では行きます。